コメントにあったように、まあ、ちょっとヨーヨー周りが気になるかなっていうのがあって、まあ、なんていうんですか、ジョーカーは、ペルソナゲージが溜まるとペルソナを解放して、まあ、上必殺技がねワイヤー復帰から、反逆の翼っていう、まあ、希少の奇跡みたいな技に変わるんですが、むしろペルソナが出てる方がそのヨーヨー復帰突き刺さるみたいな感じがするので、なんかペルソナ使わない方がいいんじゃないかみたいな、そのなんだろう、ペルソナが出ている状態で場外に出されると逆にまずいみたいな展開になりそうですね。さあお送りしていきましょう。ダークレイジョーカーでステージ戦場来ましたね。さあ参戦したばかりのファイターを早くも使いこなして、プロブラという神奈川の大会で優勝を飾っているザークレイジョーカー対して、劇のガクトはどのようにどこまでこのファイターの挙動を理解して対策を通していけるかというところですが、なんで、まあ、どうでもいいや。マイク中体判定を牽制で置いて相手の差し込みを抑制しているが、やはりこの武器判定がなかなかネス側としては苦しそう。エイハンを当てて火力を取って、あっという間に 103% 非常に硬い立ち回り、相手に触らせない、反撃も取って復帰差し下強からマイク打ち、そのまま撃墜だが、おっとこれはどうしたことか、なんか2段ジャンプ切ったら崖から落ちちゃったみたいな感じですかね。思った以上に落下速度が、ジョーカーの落下速度が速かったという形ですか。ダッシュ攻撃当てて行使から大上に対して上京を当てていくが、マイク打ちを当てて TK ファイヤーステージ中央に当てていく、後ろ空中から後ろ空中狙っていくが、後ろ空中に今サイの判定が勝ちましたかね。リーチ探検だとサイに勝ちきれないのかな。ジャンプが消失しているぞ。カウンターから反逆ガード、これはあーなんかいろいろあったけど、反逆ガードの攻撃判定が出て逆になんかネスが助かったかなと思いきや、2回目の PK サンダーがそのまま本体に当たるっていう展開で撃墜でしたね。なかなか復帰が難しそう。やはり復帰阻止が苦しいカードとなってきそうだ。ジャンプ読み上空中にカウンターを置いている。下強エッジガードから前空中攻撃へ撃墜うますぎだろ。何これ、ガクト選手1回も崖を捕まらせてもらえないんですよこれ。裏方もね首を横に振ってますけど、なんだこれは。ウルフの下スマで培った崖つかまりへの技の当て感というのが、まあ、そのまま生きているような形ですかね。あの下強かなり浮きが良くて、もう当てた後の展開が浄化がもう願ったり叶ったりというか何でもある感じなんで、マイク中そのまま撃墜を決めていった格好ですね。2戦目は終点、1戦目は復帰阻止でちょっと差を広げられているような感じにも見えましたが、まずザクレジョーカーの立ち回りが硬すぎてネスがこう相手に触る展開にならないと、相手が差し込んできてくれたところを、ガクト選手が差し返してようやくわずか通るという感じですが、復帰が弱いのはジョーカーも同じことか。ワイヤー掴みに対してヨーヨーは何もできないため PK ファイヤーを置きに行った。掴みを入れて下スマッシュ移動回避に対して突き刺されたくを見せていく。これはペルソナ解放、先ほど言った展開ですがガンを打って帰ってくる。上スマッシュを振っていく。撃墜力の塊であることに変わりはないので、どのようにジョーカーを場外に出すかというところで PK サンダーで着地狩り継続。ああいう場面でカウンターを、ね、PK サンダーに対して振ってしまうと、今度は逆にそのまま着地狩りが通ってしまうという展開になるので、なかなか難しいところですね。ジョーカーの着地を通すのも回避上がりを通して展開は五分だが、アルセーヌが定時退社、かなり苦しそうな状況になった。横強攻撃をシールドしきって掴んで押し置き、後ろ投げで撃墜、一ストック先制してから素早く掴んで復帰阻止狙っていく。移動回避でいち早く崖を捕まっているのはガクトで、なんとか復帰阻止展開を拒否しているが、空中ジャンプを打って着地したところに対空上スマッシュ。この武器判定の前ではネスの再判定はさすがに立ち立ちでしょう。復帰阻止 PK さんだ崖つかまりに対して下着を置いている。前空中攻撃からの下空中攻撃、ターン継続、危ないところ、ただまだ着地してくる。ダストシールドを先ほどからザクレスがパキンパキンと取っていたので、上空中攻撃で着地タクを通してきましたね。読みを回していく、ジャンプ上がりから PK ファイヤーを当てて、アルセーヌの解放したところに前空中攻め立てていくガクト。
ライン回復を許さない。あーなんで今なんで当たんなかったんだろうちょっと分かんないけど追っていこう。多分移動しない回避を出して崖を捕まったと思うんですが、ある程度がデカすぎてちょっとあれかな、見間違えたのかな。ジョーカーの位置を DK サンダーアタックがあや当たりそうという展開でしたが、ひとまずはアルセーヌもどこかに行って 87% 対 156% 復帰がうまい。やはりディレイをかけて帰ってくる。下強攻撃のタイミングを範囲には考えるぞということで、サイマーゲットから差し込み通して後ろ空中確定。素晴らしい差し込み行動。 156% パーセント不良、ものともしない撃墜力でペルソナがいないジョーカーに対して強くいくのは激の角度。復帰阻止もこのディレイをかけた PK さんの上がりで的確に拒否していくが、後ろ空中ジャンプを読んだような後ろ空中を気に刺さって撃墜。パーセントはすぐさま追いつく。一進一退の攻防。前投げから前投げ、もう一度展開作って PK サンダー、 PK サンダー帯当てから読み合い、移動回避で拒否。下空中攻撃から掴みかけて後ろ空中、コンボ火力が高すぎる。 52% を一気に稼ぎにして上スマッシュから後ろ空中、この崖は何としても上がりたい。ジャンプ上がりから PK ファイヤー、横スマッシュを置いているが的確に押し置き、前空中を通してペルスマがいなくなった。後ろ投げ、これは一転してザクレイ窮地。どうする、ワイヤー掴みしっかり返ってくる。ジャンプ上がり読みの上空中置き、上空中めくり置き、怖いぞ怖いぞ。後ろ空中押し付け、ジャストシールドを取って下スマッシュ、素晴らしい確定反撃。頼む空気阻止状況。ザクレイとしては何としてもこの掴んだターンで決めきりたいところだが、強気のダッシュ攻撃をシールドしきって、後ろ投げで決めきったのは激のガクト。さあ2戦目は返していきたが、3戦目はどうなってくるか、まあ、というのもガクト選手がこうペルソナが、いなくなる状況まで撃墜を拒否しきるっていう展開が2戦目には目立ったと思うんで、まあ、そこでちょっと差がついたような形になりますが、3戦目はザクレイがそれに対応してくるのかどうかというところ。ジャンプ読み、常にリターンを求めていく。 PK ファイヤー斜め上から差し込んで、地上に固まっているなら PK ファイヤーを当てに行こうという卓の散らばせ方が見て取れましたね。ジャクジャクジャクで場外に出して前空中から横澄まして狙っていくが、移動回避でステージに戻ってきて PK サンダーアタック、怖すぎ怖すぎ。壁に当てて素早く硬直をキャンセル。後ろ投げから読み合い、横澄ましホールド、さすがに押し置き。ペルソナが出てきて危ない、前空中1段の前からちょっと危ないコンボがありそうだったが、回避読みの横スマッシュをなんとか拒否しているのはガクト。前空中から横スマッシュしっかりシールド、通常空中で押し置きして読み合い着地狩り、通常空中からもう一度着地狩り、通常空中映画を吹き切ると、ああ、うわそんな吹き切るとあるの。ワイヤーで掴んでからジャンプを温存していたから、ワイヤーキャンセルジャンプから移動回避で崖を掴むっていうね、超珍しい復帰でしたけど、あれはさすがに何でも枯れませんね。さあ先ほど言った展開が続いている上スマッシュホールド、これアップデによってホールドできる時間短くなったんじゃないの。一生ホールドしてたんですけど、通常空中で場外出して復帰阻止の展開、これは前空中狙っていくがギリギリ届かず、上空中反転して強気に振っていったところに強い再反転を持った後ろ空中を突き刺して一ストック先制を獲得。ダッシュ攻撃も周り管理完璧、差し返し、お得意の差し返しで PK ファイヤーを通して時間の展開だったが、移動回避で崖を掴まなかった。 PK サンダーで崖を掴まってヨーヨー復帰し、ワイヤー復帰ならばヨーヨーも一安心、横スマッシュ横スマッシュで拡散取ってすぐさま追いついていった。さあガンを飛び道具先生に対してバンバンバンと打っていって、最後はジャンプでキャンセルしてリスクも、抑えて火力を取って時間の展開を作る。イーハンに対してしっかりと前空中でリターンを取るが、ここに来てペルソナ登場。 50% というパーセントですから
このうちに、飛び道具で、的確に手数を稼いで、ゲージをじわりじわりと減らしていきたいんですが、ザクレイの猛攻が止まらない。気づけば崖に追い込まれ、かなり苦しい状況。後ろ空中が何度も当たる。後ろ空中深めに切り込んでからのジャンプを、お前そこで出すんだろうと、ジャンプ読みで置いていった後ろ空中で撃墜。やはりこうアルセーヌがいなくなってからこう撃墜レースを行うことになってしまうと、こうちょっとメス側のパワフルな攻撃各種に対してこうリターンで負けることが多くなってしまうということで、なんとしてもこうアルセーヌがいる状態で決め切ろうというザクレ選手の目論みが見事に通ったような形で、ジャンプがないぞ。ピーゲサンダーアタック、あ、うまい、うわ、えマジでうまかったな今の復帰。ピーゲサンダーを斜め上に行くとそのまま反撃ガードで取られて距離足りなくて撃墜っていう展開だったんで、真横に打つことによって崖に当ててもう一度 PK サンダーを当てていくっていう展開で、その PK サンダーの復帰に対してジョーカーの上必殺技が当たって攻撃キャンセルされちゃって、逆にジョーカーが復帰できなくなるっていう展開でしたね。今の読み合いは熱すぎるだろう。さあ思わぬ形でストック追いついていくガクト、長年の使い込みが生きた。復帰が通ってアルセーヌを拒否しきることさえできればまだまだわからないという展開ですが、この復帰はあまりにも苦しい。危ないところ、素晴らしい。一瞬、上方向に、ジャンプをして急降下を入れてから PK サンダーをさらにディレイをかけて復帰してくるという、もうめちゃくちゃ時間の使い方がうまくて復帰ルートが完璧。またもディレイをかけて下距離によるエッジガードを拒否しているが、後ろ空中攻撃、めちゃくちゃ広いカバー範囲で男のそのばかりを借り切っていったのはザクレイでした。いや、この試合面白すぎたな。ジョーカーというファイターは出て日が浅いはずなんですが、まあ2人ともね、手の内を知り明かしているような